似合っててかっこいいです。女性用風俗でオーナーをしているものです。自分は女性用風俗店のを闇を暴こうとしたら名誉毀損で砲鉄措置を取るとお得されてしまいました。三崎さんは闇暴き動画を撮られてましたが、訴えられないように気をつけていたことはありますか僕はですね、そもそも闇暴き動画に関しては結構事実を下調べしてるんですよ。で、事実を下調べして闇暴き動画を出してるんで、そういう風に訴えられたりしたことはないです。どういう時に訴えられて負けるかっていうと、 でっちろんそのデッチ上げのこととか根拠のないことを世の中に対して情報発信したら相手側に訴えられてそんなの嘘じゃんって名誉毀損でしょってことで訴えられるんですけど事実をですね適時する事実を公に発信するってことに関しては言ってしまえばですね認められてますって認められてるっていうのもちょっとま語弊があるかもしれないんですけど一般的に名誉毀損っていうのは事実であってもダメだって言われてるんですよ事実であってももともと名誉を持ってる人の名誉を毀損するとそれはダメですよってことになってるんですけどただその実態 運用ベース実際の運用ベースでは事実だったら許されます、これなんでかというと、公、え、益、っと、目的かどうかっていうのがあるんです。例えばニュースとかで悪い人がいて、例えば誰かが人を殴って暴行罪で捕まりました。 これをニュースとしして配信したらその人の人名名誉誉はは傷傷つつききまますすすよね、まあ、でもちろんんん自自業自得じゃんって話なんですけど名誉は傷つきますただ名誉は傷つくので名誉毀損にはなるかと思いきやなんで許されるかっていうとそういう危ない人がいるんで、えー、気をつけてくださいっていう意味でこうみんなに対しての注意喚起というか、えー、みんなに対していわゆる公益というか利益になるじゃないですかそういう人と関わらないとかそういうことをしてダメなんだみたいなだから許されるんですよだからねある程度事実ベースであればそんな風にねやられたりってことはないと思いますはい。 ちなみに名誉毀損で罰金めちゃくちゃ少ない罰金というかその負けても大した金額になんないんですよねマジでなんないんで週刊誌とかそういうあくどいところっていうのはなんか名誉毀損で訴えられて負けるっていうのを前提で訴えたりしてるみたいです。はい